はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、最強の AK カスタム、ガリルエースということで、まあ、実銃解説のガリルとそのエースシリーズの話なんですが、まずこのね、ガリルという銃、ざっくりどんな銃かというと、まあ、イスラエルのアサルトライフル、イスラエルの銃って、まあ、そんな感じで、イスラエルという国はですね、1970年代まで、まあ、FN 社のファルをね、使っていたんですね。FN のファルを使っていたんですが、だがしかしですね、まあ、やっぱりファルって結構でかいですし、あとみんなね、全然メンテナンスしなかったらしいので、メンテしないとですね、やっぱり中東の砂漠だと砂塵に耐えられないしということで、まあ、いろいろ問題もあって、で、あとね、1970年代っていうと、ちょうどこうね、5.56 ミリの銃がいろいろと世の中に出てきたっていう、まあそういうこともあって、まあじゃあ、うちの国もね、イスラエルも、ちょっとトライアルすっかっていうことになって、で、それで、まあ採用されたのがガリルなんですが、まあ、そのガリル君はですね、要は AK をベースにしてるんですね。AK をベースにしたフィンランドの RK62 という銃があるんですが、RK62 をベースに、まあ不思議な名前のね、人が2人出てくるんですね。イスラエルガリリっていうね、人と、ヤコブリオールっていう人が、まあ、開発した銃が、採用されて、それがガリルになったっていう、まあそんな感じで、まあこうしてガリルがね、世の中に登場してくるんですが、まあなんていうんですかね、まあこういう開発経緯、まあ AK をベースに、した銃をさらにベースにしてったっていう、まあそういう経緯があるので、まあイスラエルというね、西側、要はアメリカサイド、にね、採用されながらも、まあ中身はね、ほとんど AK になったっていう不思議なことで、まあ、AK の、まあ、兄弟というか、いとこというか、みたいな、まあ、そんな感じになってます。で、だがしかしですね、AK からね、改良された、変更されたポイントっていうのももちろんたくさんあって、まず弾が違いますよね。弾はもちろん 5.56 ミリ、5.56×45 に変更されて、まあ、専用の35連マガジンを基本使うという、まあ、そんな感じになってますし、あとね、セレクターもね、右手の親指で、セレクターが変えられるように、まあ、なんだろうな、セレクターの軸から伸ばして、左側面にね、短いレバーみたいなのが出てるんですね。まあ、そうやってセレクターの位置もね、まあ、位置っていうか追加したっていう感じになってますし、コッキングレバーのデザインもね、普通の AK は、まあ、右側面にね、出てるだけですが、棒がね、ポッと出てるだけですが、棒って言ってもなんかレバーみたいなのが出てるんですが、そうじゃなくて L 字にね、上に伸ばしてるので、まあ、左手で上からアプローチしたっていいし、まあ、いろいろね、コッキングしやすくなってるとか、あとは操作しやすいようにマガジンキャッチも大型化してるよとか、あと照準のズレですね。これはちょっとね、20世紀っぽい話なんですが、照準線っていう概念がありまして、照準線っていうのはハンドガンで短くて M14 で長い線なんですが、照準線が長くなるようにリアサイトの位置を AK よりも下げて照準線を伸ばしたとか、まあ、こうするとね、そのリアサイトとフロントサイトのね、位置関係のズレが分かりやすくなるので、まあ、ちゃんと狙いやすくなるよとか、まあ、そういうのだったりとかします。そういうのもあったりとか、あとね、追加したポイントとかで言うと、フラッシュハイダーとね、バイポッドの追加ですね。フラッシュハイダーはね、 AK 基本的にないですが、まあつけて、で、そして栓抜きとしても使えるバイポッドですね。これ有名な話ですが、まあ、みんなね、マガジンとかを使ってですね、イスラエルの人たちってそんなに野蛮なのかな、よくわかんないですけど、マガジンとか使って、なんか、まあ、栓抜きにしてたから、で、マガジン壊れて大変っていうか、相談不良がとかね、球団不良がってなるから、まあ、バイポッドに栓抜き機能をつけたというね、不思議なことがあったりとか、あとちなみにこのバイポッドね、ワイヤーカットとして使うことができるらしいよという。まあ、ワイヤーカットとして使うことができるらしいよって言われても、これでワイヤーカットするやついいのかっていう疑問ありますが、まあ、そんな感じで、まあ、いろいろね、改良された、変更されたという、まあそんな感じになってます。で、そんなガリル君をですね、まあガリル君と、あとアメリカからね、もらってきた M16 とかね、 M4 みたいないろんな銃をですね、まあ長らくイスラエルは使っていたんですね。長らく使っていたし、まあガリルっていう点で言うと ARM とか SAR とか、まあマイクロガリルとか、まあいろいろね、モダナイズ版とかね、輸出版とかもあったんですけど、イスラエルの主力小銃という観点で言うと、まあ、2000年前後ぐらいからですね、タボールが登場したんですね。で、タボールが登場したので、イスラエルでは、タボールが主力小銃になったっていう、まあ、そんな感じで、で、ガリルはほぼほぼいらないと言えばいらなくなってきて、で、ガリルは輸出用になったんですね。で、まあ、2008年ぐらいからガリルをですね、さらにモダナイズしたエースシリーズっていうのが登場します。これはね、BF4 とかでね、多分、まあ、そうだな、視聴者さんは BF4 が多分一番馴染み深いと思うんですが、エースの23とか、まあ、ああいうシリーズですね。あれが登場して、で、ここでですね、またさらにモダナイズされて、コッキングレバーの位置も左側に変わったし、まあ、要はだから右手を離さなくてもコッキングできるように左に変わったし、ストックも伸縮式になって、まあ、ピカピンレールも追加されて、いろいろ改良されてっていう、まあ、そんな感じでね、一気にモダナイズします。で、弾薬のバリエーションもめちゃくちゃ増えて、今までの 5.56 もね、もちろんあるし、7.62mm の39、要は AK47 とか AKM、SKS、あそこら辺の弾、7.62×39 も追加されて、で、さらに 7.62×51、まあこれはもともとあったんですが、
51もね、まあ、追加されて、まあ、西側の弾ですね。まあ、それも追加されて、で、しかも 7.6 にかける39に限って言えば、AK のマガジンがそのまま刺さるようになったので、まあ、非常にこう、なんていうんですかね、ファミリー感も進んだし、しかも弾薬だけじゃなくて、バレルのバリエーションもすごく増えたので、まあ、なんていうのかな、いろんなニーズにね、エース一つで対応できますよ、みたいな、まあ、そういうプレゼンが可能になったという、まあ、そんな感じになってます。で、このエースシリーズなんですが、じゃあ売れてんのって話になりますが、輸出用って言うけど売れてんのって話になりますが、一応売れてます。コロンビアとか中南米に売れてますし、あとアフリカにもちょくちょく売れてて、東南アジア、ベトナムとかにも売れてるので、まあ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 、まあなんていうのかな、売れてるよっていう、まあそんな感じで、まあこれまでのね、クラシックな AK っていうものを少し駆逐してきてるのかなっていうふうに言えるのかなという、まあそんな状況です。で、ここまでですね、ガリルのことをいろいろ見てみてね、まあ自分が思うことは、まあ AK というね、マスターピース、本当になんていうんですかね、名銃の一つですね、AK ってね。で、そこから正統派として進化していった AK-12、まあ、ロシアの AK-12 ですね。AK-12 と、いとこのいとこのいとこみたいなね、バリアント化していったガリル、どっちがね、強いというか優秀なんだっていう、まあそういう話なんですね。AK-12 には AK-12 のメリットがありますが、まあエースにはエースのメリットがあって、で、例えばエースのメリットって、てかエースのメリットってか、エースの変なところって何かっていうと、その、チャージングハンドルが左側についてて、なんていうんですかね、明らかに不自然なんですよね。もともと右側にあったものを左側に付け替えたので、まあどう考えても不自然じゃんとか、まあそういう不思議なところとかもあって、まあどっちがいいんだろうねっていう、どっちが最強なんだろうなっていう、まあ疑問を、まあ自分は感じていますという、まあそんな感じになってますね。はい。まあエース君ね、なかなか日本ではね、見る機会ないと思うんですが、まあ意外と、まあお金のない国が多いですかね、採用してる国はね、まあ安い銃なので、エース比較的。まあそんな感じでね、まあこれからも目にする機会が増えていくかというと、ちょっと疑問ではありますが、まあそんなね、エース君でした。この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたらね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。